こんにちは、ボンです。今回は3月28日新東西の有能選手まとめを見ていきましょう。この動画では3月28日アップデートで追加された気になる選手2名を紹介していきます。今週はおすすめ選手が少ないということで、ラインアップデート A、好調のおすすめ選手も紹介していきます。それでは行きましょう。はい、おすすめ1人目、フレッチャー・ホルマン選手。星1のラインブレイカー。決定力は95まで育成可能です。普通に育成しますと、決定力は82。オフェンスセンスと瞬発力8をいきますね。まあ、フィジカル面高いところもいいし、今ドリブル70乗ってるところもいいですね。はい、スキルは持ってませんね。はい、おすすめ二人目はシャハブ・ザヘディ選手。Jリーグに面白そうな選手が追加されています。能力はオフェンスセンスが80乗っています。それから決定力とヘディングも80近くまで上がりますね。はい、フィジカル能力はすべて70いきます。ヘッダー、ミドルシュート、ライジングシュート、エアバトルなど持っています。はい、ここからは今週おすすめの選手です。一人目はホルヘ・プリード選手。星3のセンターバック。はい、能力、守備能力90近くまで上がります。あと、ヘディングとフィジコも高いですね。はい、スキルはキャプテンシー、ヘッダー、インターセプト、マンマーク、スラグディタックル、エアバトル、ブロッカー。はい、すべて持ってますね。身長は116センチ。まあ、悪くはないですね。はい、まあ、この選手はスピードが68と少し低かったり、まあ、ドリブルも低いんですけど、かなり強いんじゃないかと思います。はい、次はアンディ・ポロ選手。星3のドリブラー。はい、能力はドリブルが81、スピード95、瞬発力96、ボディコンが85、スタミナ82、爆速系のドリブラーですね。スキルはダブルタッチ、コンカ、マリーシア。ドリブルたくさんしたいんだという方は、こんな育成でもいいと思います。はい、3人目の好調おすすめはオスカル・ボブ選手。はい、こちらも星3でドリブル強い選手ですね。はい、能力はボールコントロール89、ドリブル89、ボールキープ81、スピードは85、瞬発力93、ボディコントロール91、スタミナ85。これで星3ですからね、かなり能力高いですね。はい、スキルも優秀です。はい、ダブルタッチ、ワンタッチパス、アシュラコントロール、スルーパス持ってます。はい、この選手はちょっと強すぎますね。はい、今回は3月28日、新東西の有能選手求めを見ていきました。いじれます。バイバイ。